尾和樹です。この度は宇城和樹症候群というファンクラブのお知らせをいたします。すでに稼働しているものなんですけれども、こちら最近本格的にいろいろあのファニコンさんというところでお世話になってるんですけども、ファニコンさん側でもいろんなこうことがあるらしくて、また新たに動画を撮りました。まず宇城和樹症候群とは、まあ、こういう感じのね、こういう感じのアプリになっております。まあ、何ができるかというと、まあ、ワントゥーワンプライベートトークみたいな感じでチャット形式で普通にお話が1対1でできます。あと他では見られないプライベート投稿とか、あのここでしか投稿してないようなやつだったり、まあ、ここだけの限定ライブですね。あのファニコン内でライブをしてます。で、あのこれ結構私していて、もう本当にしょうがない、今から動画撮るよみたいな、そういう配信とか、今めっちゃカラオケしてるんで垂れ流すよみたいな配信とか、こういうのやってるよみたいな、もう本当にもうただただあの身近に感じていただけるような配信内容となっている配信もたくさんやっております。で、その例えばファニコン限定のオフ会っていうのも1回開いたことがありまして、それはファニコンに加入してくださってる方をあの、まあ、優先というか、まあ、その方限定のオフ会っていうのをやりました。で、今後ですね、ファニコンの方のオフ会っていうのをまた今計画中でして、こちら日程も今すり合わせてるところなので、ぜひお願いします。こちら月額500円なんですけれども、あのどうなのかな、まあ、どうなのかなみたいな方のために、1ヶ月、最初の1ヶ月は無料でお試しができます。こちらアプリなので、まあ、そのアプリ対応してない機種の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、Apple Store とか Google Play とかそういうところでダウンロードできますので、ぜひよろしくお願いします。あの無料期間中に大会したら一切お金もかからないので、まあ、試しにどうかなみたいな感じの方もぜひぜひお願いします。そこでしかあのやってないこととかいろいろあります。で、スクラッチコーナーみたいな、あのガチャみたいなのもあるんですけど、これはまだ導入してないんですけど、後々あのちょっと豪華なグッズが当たるようなのも検討しております。あのね、本当に結構気軽に絡んだり、楽しい限定配信とかやってるので、ぜひ興味ある方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。それではありがとうございました。宇城和樹でした。詳しい内容は下の概要欄からご覧ください。それではありがとうございました。また明日。